そうだ、ヒートロのやつを招待しねえよかったな。そうすりゃ俺様とヒューちゃんの晴れ姿を見せつけてやれたのに。そうでしょ、ヒューちゃん。ピエトロ、何かわかった？なんせ情報が少ないんでね。ただこれは勘だが、例のアネモリトスとかいう儀式と深いつながりがある気がするね。竜族と人族と風族が力を合わせたけれど、結局大いなる災いを招いてしまったっていうあの儀式ね。姉さん、儀式といえば今日は神々魔王のところで何やらあるそうじゃないか。ヒューが王妃に就任するんですって。本当にそれでいいのかしら、ヒューは。ヒューは風族、神々魔王は人族。なんだか嫌な予感がしてきたよ。これからポポロプライス王国王妃就任の儀式を執り行うでふん。ヒュー様、何時王妃としてまた国王ガミガミ魔王様のパートナーとして。心の奥底からポポロプロイスを愛し、国を治めていくことを誓いますか？うん。国王神々魔王様のパートナーとして、心の奥底から愛することを誓いますか？あ、はい、いえ、誓い…大変だよ、大変だよ、神々魔王様。何事だ、今大事な儀式の最中なんだぞ。空に人が浮かんでいます。え、それがどうした？そう、それがものすごい数です。ん、もうごちゃごちゃとうるさいやつだ。なんだろう。あの人たちは私を連れ戻しに来たの。え？神々魔王、私をあの者たちから守りなさい。え？約束したはずです。何が起ころうと私を守ると、守り抜くと。守るってあいつら、なんだ、イナゴの大軍か。王妃就任の儀式は、お黙りよ。私を守りなさい。うん、もちろんです。この神々魔王様は何があってもヒューちゃんとの約束は守る男です。よーし、警備ロボを集めろ、今すぐだ。頭がタラタラタラって、何これ。ん、神々魔王、何をするの、ストーンサンダー。ヒュー様、今度ばかりはヒュー様のおっしゃる通りにはできません。帰りましょう、ヒュー様。せっかくお迎えが来たんですから。なんだか頭がクラクラする。神々魔王、早く城の警備を。警備？何のために？私を、王妃を守るために決まってるでしょ？守る？王妃よ？ちょっと待て。その前にお前、なんでお前が王妃なのだ？やったー、引いたぞ、成功だー。神々、魔法が解けたのね。
何が嫌なのだ、無礼な小娘が。しかしどうして俺様はあんな小娘を王妃などにしようとしていたのかな。王妃になるのは当然ナルシアちゃん。私は絶対に帰らない、帰りたくないの。なんだな、この生意気小娘結構可愛くなったよな。うん、俺様も罪な男。これは物質転送マシンの嫌だ。せっかくポポロクロイスの王になったのだぞ、他のところへ飛ばされたくない。世界征服の野望が、男のロマンが。奴らはこの国を征服に来たのだ。風族の皆さん、この国には豆しかありません。どうかお引き取りください。風族にも分けてあげた男のロマン。